アスリートチャンネル、はい、お願いします。まずは開幕戦勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。試合を振り返っていただいていいでしょうか。はい、まあ、開幕戦ということもあって、まあ、それに向けてみんなで準備してきて、まあ、最高の形で開幕を迎えられるかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり多少硬さだったり、雰囲気、まあ、若干飲まれそうになるとか、まあ、そういう場面もあるかなと思ったんですけど、まあ、最初から、全員が本当に同じ方向を向いて、やれてて、で、まあ、まあ、先制取れて、まあ、すごくこう楽になったというか、まあ、自分たちのペースで終始試合を運べたかなと思います。その先制なんですけど、前半8本のコーナーキックがあり、その8本目で田島選手は決めてました。はい、振り返ってください。はい、まあ、セットプレーも今年すごく重要視してて、まあ、ほとんど僕が蹴るところもそうですけど、まあ、狙い通り蹴れた部分もあったんですけど、まあ、まあ、ギリギリのところで合わなかったり、まあ、そこはまだまだこの先改善の余地あるかなと思いますけど、そうですね、まあ、今日もコーナーキック の、 そのこぼれ球を打って入ったんですけど、できれば、直接というか頭で合わせるなり、そういうゴールが今後生まれてきたらいいなと思います。去年はなかなか遠かった個人のゴールが開幕1戦目で飛び出しました。そうですね、まあ、去年取れなかったので、取りたいなという思いは強かったので、はい、今年一発目で取れて本当に良かったです。チームとしても初のゴールご自身で決められて、今年何ゴールぐらい目安になりますか。そうですね、まあ、具体的な数字で出せないですけども、でも、毎試合毎試合果敢にゴールを狙っていきたいなと思いますし、まあ、何よりチームが勝つためにやっていきたいなと思います。一戦雨を挟んでまたホームで連戦になります。今後に向けてファンの方からはい、まあ、来週はアウェーになるんですけども、しっかりそこでも勝ち点3を持って帰ってきて、またいい状態で、ホームに帰っていきたいなと思います。